ピシェニック、エフェラ&ジリオラ、ジ・エンブレム・フロム・ダークネス、41から45枠目。はい、お昼の部もよろしくお願いします。はい、吉部さん、黒金さん、スーザーさん、ココメさん、六個目さんでした。ちょっと最初にね、ちょっと戻れたら戻ってレベル上げを。お昼の部もよろしくお願いします。先に言われた。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。残の神殿からね、上にか、レベル上げスポット残してたのに、間違いです。上書きしちゃったから。わお。枠です。九個目さんでした。枠2。シャトルさんでした。あ、出られる、出られる。ちょっとあの、無限湧きスポットが美味しい。和骨です。ヨッシーさんやじゃい。無限湧きしてくれるとこ他ないかね。見て。ここできる。あ、ここいいね。ここいいね。ここ出るね。男だらけ。ダメ。ちょっとあれだね。あー、ごめん、そのあの入り口の方がいいね。男だらけだねだねだらけの生活に疲れたわ。あれ戻れないわね。あでも男だらけだわ。男かわ、ここだね。近くだ。この階段半分くらいにいたら回復してもやられないかな。まあね、まあ、なんか回復したら。巡査されますからね、今ね、3発ぐらいで。お、いいよ。で、昨日の方がなんかもうちょい、すぐ出てきたよ。森さんが一番さん、落石注意さんにして。もうちょい、しっかり下がらないとダメなの。女は、15個目さんにして。あ、ここがいいですよ、ここが。濃厚ゲルさんにして。だらけ。女だらけの レベルアップ。今日でクリアできそうですよね、なんかね。どうだろう。この後迷いスポットがあるかもしれない。ありがとう。3発目がちょっと引っかかりますね。昨日3発ポンポンポンっていけてたような気がするんだけど、気のせいだって。もう一回かな。あ、この、あら、ここだとあれだね。もうちょっと近い方が。どこだらけだね。女は10万ぐらいしかないじゃん。女だらけだわ。女たちはね、男を裏切るわ。おいしい。
ちょっと今見たら防具もう一個あるんだね。もう一個神の鎧の上があるね、これね。神の鎧の上があるからな。え、これは女性の歌ですよ。女性が、男は嫌いな歌ですから。女だらけなの男の匂い嫌いだよ。私たち別あー。吉見先生、やっぱり女視点の歌はキレが悪いな。女たちはレズ、男はみんな悪魔なのよ。おえ、女たちには見えるの。男たちがいや、最後の大暴れになるのか。おーし、レベルアップやったで。おーいえーい。あ、次のレベルは7216か。割と稼がないといけない。ありがとうです。7216÷65 は111匹倒さないといけない。111匹ね。まあ100できないことないか。割と倒さないといけない。男だらけで、まあ次のレベルでひょっとしたら最大ヒットポイントなの255になるの。最大 HP いったらいいってことか。女たちは夢を見てる。まあね、数数えてみるね。1ってね、今回は村人ボコらないんですね。あ、そうです、村人ボコりませんね。村人もなんかいいスポットあったんですよね。なんかすごい忘れちゃったけど、前回結構村人殺しましたもんね。村人がこういう風にね、なんか湧いてくれるスポットがあったんですよね、倒した後に。そこで結構レベルは上げた記憶があります、まあ、前回はね。女だ、なんかありましたね。そう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 。美味しい場所があったんですよね。
経験値がいい村、村人もなんか経験値が幅がありますからね。美味しい村人がいますよね。女だらけなの女たちは、夢を見てる朝、女たちは Oh yeah Oh Whoa 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 Oh yeah どこたちも女が好きOh yeah 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 Oh yeah Oh Yeah yeah yeahOh yeah. バーストさんですね。経験値は 65,535 ですかね。経験値とお金はね。どうだろう。大体そんな気がするな。レベル30までかな、最大レベル。どうなんだろう。このあたりでなんか打ち止められそうだけど。Oh yeah Whoa 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 なんかちょい邪魔が入った。ウォ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 ウガチのんけさん、カズサトシさんがいた。やった。あ、最大レベルいかがなかったね。最大1ポイントか。ありがとうございます。まあ、ちょっと行ってみますか。まあ、すげえちょっと多いよね。8749ですよね。8749。1749割る65は134匹ですよ。まあ、そんな違いはない気もしれないけどね。もう1レベル上げておこうかよ。次は255になるだろう。トラベルチャンス、あんまり変わんないね。もう1レベル上げたら255いくんじゃない。おいえあたしはこんなだらけなの、女だらけの街を歩く男たち、エロ、もう押さえてるだけですからね、私もね。セロハンテープ固定して固定しとけばあっという間に最高レベルですよ、これ。レベル上がってももらえる経験値変わんないもんね。
ここに男はいない。男はいないけど、相変わらずペニスたちが見たら強制で叩かれるの。今日このダサいじゃん。この歌詞は女性のための歌ですよ。これ女性がね、男を許さないっていう女性の怒りを、まさにフェミ女子向けに向けた歌なんですけどね、歌詞なんですけど、ダツユーさんキレが悪いって言われてますけども、女向けの歌はこれは会心の出来だとダツユーさん言ってますけれどもね、自分はこれはフェミ女子にも受けるだろうと、ね、男はいない。男が好き、いや嫌いだね、男はダメな男、嫌すぎるだね、そんな感じはしますね、なんかね。女たちは股を開き、おいえ男を招き入れるつもり、そうじゃない、危ないよね、これはいい、ね、あれ男、今よ聞いてください、女たちは股を開いて男を招き入れるつもりなのか、そうじゃないって言ってますからね、そうじゃないんだと、男たちを招き入れ、おいえ、あ、そうそう、招き入れて、なんかもう招き入れる、何、ホラー映画がなんかありましたね、なんかね、なんだろう、出ないと思います。これ確かね、エンディングにちゃんとした確か歌があるんでね、これはそっちが出ると思います。はい、メンセリかなんかあれば、ビジュアルエンディングだけ見れるモードがあれば、エンディングにちゃんとした歌があります。なんだろう、ツイッターからホラーの映画のレビューかなんかで、それからなんかいろいろなんか飛んでたら、なんか何、女の人の性器に歯がついてて、エッチしたら殺されちゃうっていうね、なんかそういう、なんだっけ、タイトル忘れちゃった、なんかおかしなタイトルホラー映画が怖いよ、ホラー映画ですよね、入れたらチンポ切られちゃうみたいなね。
なかなか最大ヒットポイントに勝てないところだね。女たちはありがとうございます。まあ行っちゃおうか。ボスとか倒してたら上がるだろ。よし行きましょう。十分でしょ。やめろ。ルブ30でヒットポイント255だな。さあおそらくね、あと15576だからね、15576だ、6万5000いっちゃうのね。はい、それまあ、あとまだボスがいるからボスで上がってちょうどいいんじゃないですかね。ちょうどいいわ。やっぱ65535っぽいですね、なんかね。あちょうどいいわよね、ちょうどいいの。ちょうどいいわ。16進む数知らなきゃ本当に見える。65、我々はゲームで覚えましたね、その255とか512とかね、65535とかはね。男たちはてれんれん、あいたちょっとあいたレベル上がっても火ダメが変わんないからな。痛い痛い。ちょっと待って、回復していこう。どうかっていこうな。そうですね。お金は6万までかな。金は、ああ、6万しか増えないね。6万までなんだ。6万5535じゃないんだね。男だらけの。敵は男だらけだけど。これ、運が悪いと、外出た時に瞬間で食らっちゃうからな。おいえーい。まあ、こういうね、どこでも、ほぼどこでもセーブのやつだとね、ああ、セーブしとけばよかったなってなりますけど、あの、大江戸みたいにね、一生まるまるセーブできないんだったら、ちょっとね、焦りますよね、結構長い時間やってて、ね、長かったりしたらね、あ、まだ終わってないのにみたいな。よかった。ああね。あ、ダンジョンが長くてね、なかなか全部いけないかと。キキーキキキキキキャーで、あ、でも左目が押さえない。あれ、やっぱ楽勝になってる。こないだ大ダメージだったよね。レベル上げた成果出てるじゃない。ちゃんとボス戦は左目変わってるじゃない。あ、でもいや、強いやつがいる。左目が痛いやつがいる。お前が親玉か、ヒラメが痛いのは。お、あいだけだ、甘い。ハプタツ重ねた。てて、サンデでない、重なってたのか。てて、サンデでない。あれ届かないんだね。あ、お前、こいつが痛い、こいつが痛いってのは。あら、こいつ危ない。わあ、しまった。アップナー最悪だ。こいつこいつがひだめが痛かったんだ。あ、痛くないやつと痛いやつが、こいつが痛いんだね。こいつが対象格なんだね。なんだよ。くっそー。
キキキキー、手ごわいやるよ、やってごわいやる、痛い痛い痛い、あ、やめ、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い痛い痛い、ナイト残念ない、久々に取り込まれたから、マゼイクの指輪を、あたたた、あ、そうだ、連載してるからあら、あ、そうだ、こっちは出て海洋剣2倍余計海洋剣2倍4倍10倍10倍は見せてやるわよ、あ、消えた10倍2倍で妥協しよう、あ、あ、ダメだ、2倍よ、あら、いいだ、なかなか、ピヨピヨ三段獲得よくなるんですか、いつ海王剣が打てます、海王剣は2倍、色が変わったら4倍、最後は10倍になるんです、なんとだ、10倍の時間はちょっと短いんでね、10倍よ、10倍も切れた10倍までダメだ、ちょっと切れるのが4倍にと、あ、2倍で、くっそー、いい時、食べてない時に降りてくるからね、降りてこいよ、降りてこい、おっしゃ、霊王石獄を破壊すると中から鍵が出てきた、パチパチパチ、ありがとうございます、鍵が出てきた、まだ開いてない扉ってあったんだっけ、あ、セーブしとこう、鍵があって開いてないところってありますか、ここだらけ、3階はない、あ、2階、2階は全部開けたよね、確か1階かな、されちゃう、あ、これか、なんか出てくるかな、なんか違うとこに、わー、ゲームオーバー、イエーイ、回復しとこう、イエーイ、まだ通路があるみたい、しょぼん、うわー、痛い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 団体戦でちょっとやめ、大好きのアイキャッチみたいなダメオベア、うわ、ちょっと残念、自分で稼いだ回復アイテムがなくなっちゃう、ちょっと、あ、そうか、あれだな、ちょっと待って待って、もったいない、無敵の指輪があったら無敵で行けばいいんだこれ、無敵無敵無敵で行こう、無敵で、無敵、ボアゼクの指輪、無敵よ、でもヒトメイド減っちゃうから実質無敵じゃないよ無敵のような無敵だけど、まあひらめは少なくなっちゃうよね
これよし。ストレンジのいらないいらないわね。あ、ここが外に出るんだった。何もない。ここでまた回復に変えて、はい、これでまた無敵に変えて、だらけなの。中には剣が入っていたが、すでに持っているので捨てた。わあ、もったいない、捨てたって。あ、危ねえ。男だらけ。出がかりが。あ、地獄めされちゃい。あ、ちょっと、この出会い頭で。何これ。ちょっと、ちょっと。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。はいよ。あのエリア切り替わった時はあのボタンを押しても無敵発動しないからちょっとあれですよ。今みたいに固まって曲がり角で待ち伏せ敵。固まってるからちょっと。押しっぱなしで移動したらなんか今みたいに固まっちゃうしね。発動が手動なのか。発動手動なんですこれ。移動でこんにちは。癖になりそう。ちょっとこのジリオラの指輪の効果です。いまだにオーロラクエストの中毒が抜けてないですね。抜けてないですね。ジリオラさんにも来ましたね。癖になるねこの指輪は。よし、一瞬過ぎたね。なんか持ってたから捨てたって出ましたね。なんかね、女たちはね。ちょっと連射オフにして。だから僕でいいだ。ストレンジはいらない。おいえ、禁断症状出ない。寝てって、あれ漏らしたけどすぐ捨てたと唐津監督の著書みたいな。はるかかわいそう。ブラズ監督の調子は一生もんですよ、一生もん。あぶね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 、無敵無敵回避。あぶねぶね、なんもなかった。もうイエス。あぶねぶね、ちょっとまとまりついて。離れないこいつ。でも同じ本の5冊もいらないですよ。よし、まあ、あの当時の高校野球球児はみんな持ってましたからね。もらってましたからね。もらってたというか買ってましたからね。あの当時の高校球児はみんな持ってるって言ってますね。目の前に相当の竜の石像がある。グーデの石像、ジャーンに、ね、フォーダ神殿にもある。なぜ
もともとジーラの国、ムアール帝国の裏紋章でしょ。私に聞いたってわかんないよ。でも大谷さんグローブ、みんなで奪い合って殴り合いです。石像の背後から青マントの魔導士が這うように現れた。ユーリック。ユーリックはすでに思想を浮かべていた。ブックオフで唯一買取女子と張り紙されたとか。片森の湖でてっきり死んだものだと思っていた。謎の青マント加えている石、壁水石玉を。ばあさんが言ってた機械で夢石の一つだ。ザーンの進化、魔導士が。そうだろ、女魔導士に渡してはならない。フォーダの女魔導士、コボのこと。ブックオフさ、すぐ値段がつきませんとか言い上がるんだけど、あれなんなん。コボは和骨です。ザーンの古の魔導士。じゃあフォーダを牛耳っている教団はザーン。わからない。サンデミー君にドンパチ先生さんです。全てはザーンの4つの夢石が頑強なのさ。古代のオカレスク大帝もザーンから奪った夢石でアラーマ大陸を統一し、ムアールを築いたのだ。え？ムアールの力が弱体化した今、ザーンは散逸した夢石を取り戻し、アラーマは愚か、この星の四大陸征服に乗り出したのだ。それでキリアンたちは狙われた。しっかりユーリック。エフェラとジリオラを見下ろす柱の上に神官魔導士が立っていた。あら、なんか言ってるよ。神殿を荒らす不届き者め、覚悟しろ。間違えた、海洋剣じゃないか。海洋剣2倍。4倍。えい、だいだいだいだ。あら、あ、やり、この出てる槍を倒せばいいのか。どうなんだ。槍になんか当たり出てる。消えた消えた。槍を倒せばいいんだ。出てくる針を、槍っていうか針を。針消えるんだよ。針消えるんだよ。あ、なん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 、こうでやろ。それ卑怯なの。ペラペラですよ。針を倒さないと。あれなのかな。あ、なんか当たり前のできた。針消えた。いて。おう。おう。針なければもうどこか。針なければ降りてくれ。降りてきたいですよ。あ、その間食べとくか。太陽くん。2倍。4倍。4倍で10倍はすぐ切れちゃうから、ちょっと降りてきてよ。降りてこい、ほら降りてこい。あ、来た。あ、出て出て、ちょっとやめろ、これこの魔法やめなさい。神官魔導士を倒した。それやめんかい。ユーリック。ユーリックはすでにこと切れていた。パチパチパチ。ユーリック。パチパチパチ。唇を噛み、涙をこらえるエフェラの肩が小刻みに震えていた。チキシュ。パチパチパチを。エス。エメ。神官処分。なんてこった。めっためたに叩きのめしてやる。その後、切り刻んで、細切れにしてやる。細切れ。行こう、エメ。フォーダへ、ユリオンたちのことも心配だわ。
やつですよ。セーブして。入るね。あ、何もない。無敵にしとこう。無敵。女たちは。いで。帰りすぎる。とりあえずあの、また無敵の肉が、あげられ無敵したらちょっと一人動いてください。これがずっとついてくんだけど、ちょっと痛い。ふぅ、いないって言うんだな、だら。おいえー、なた夢を見てる。あれこっちじゃないや。あ、ぶれぶれ。てんてんてん、おーイエス。出た出た、よし。でもどんどん帰りましょう。てんてんてん、おーイエス。てんてんてん、おーイエス。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 Oh yes, oh yes, oh yes. 女たちは、あ、ここで報告しましょう。わっしょいしょいしょい、わー、葉っぱ、あ、ちょっと待って、あ、どこ行った、黄色の、黄色がない、黄色が、あら、やめて、なぜ、オッケー、オイエス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 、なぜ？オイエス、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 持てない。すぐ捨てちゃう。ああ、ここに来た男たち、夢の中へ。行く手の会場に。白い装束の魔導士が現れた。また魔導士が出てきたぞ。エペ、あれは？どうやらあれがザーン最強の魔導士。不気味な白い魔導士の姿に酵母の声がかぶる。ザーン最強の魔導士、我らにあだなす者を葬れ。どなたの留守にザーンの神殿は侵され、二つの夢石も破壊された。我らにあだなす者を葬るのだ。ザン最強の魔導士、名前はない。ザン最強。最強の魔導士だと思ってるから、そう呼んでおこう。サンデナイト、サンデナイト、サンデナイト、アホ、サンデナイト、サンデナイト、ででででででで、あらしょ、はまってる、はまってる、はまってる。
ダメやったりしたことないんだけど、でもあんまり受けてたらあれだね。あらあら、てんてん、この赤なんだ、てんてん、なんてない、オッケー。なんか手に入れたの？あ、よくよく。何も手に入れる。俺たちはまだ、またすぐ出航するらしい。また会おう。ありがとうございます。でんみんなで変を動くよ。これ変わってませんね。ありがとうございます。最強の魔導士を倒したぞ。どこに行くよ。なんでねーてれてん、あ、そうだ、回復しとこう。やれほん、あら、人が多いからかなんか回復スピードが遅いですね、これ。よかったですよね。安全地帯でしか使えませんからね、これね。よし。誰もいないで、どこ行けばいいんだ、どっから行くのかなという。またあっちしか行けないよね。あ、デブリンチがいるとこに、このデブの攻撃力は相変わらず異常だろ、ちょっとあれから鎧1個新調されてるのに。無敵で逃げるしかないよね。よし、フォーザの人間がいなくなってバカ息子もようやく目が覚めてくれたよ。あ、いなくなった。まだあのデブリンいましたよ。こう見えても私は神の申し子、聖なるしもべ、お二人にも神のご加護がありますように。おじいちゃんとか来るのか。ザーンのいる薬はもう満タンだよね。この間初めて超人の肉って食べたの。これがもうめちゃくちゃ美味しいのよ。あ、開いてる。フォーザへ行くんですって？おやめなさい。あの町の人絶対みんなおかしいわよ。こっから来るんだね。すいません。鎧屋さんで新調されてないの？新しく。鎧屋さんなかったけど、これ。
やれほほらみんなで踊ろう、みんなでみんなで踊りましょう。お、今日まで生きてくれたのも僕のおかげだ。魔王の鎧、一着一番ゴールドだ。魔王の鎧、今何の鎧、神の鎧から王の鎧、騎士の鎧、魔王の鎧。神より魔王の方が上なんだね。魔王の鎧来ました。ここの鎧はこの辺じゃやるけど評判なんだ。質問悪い。魔王の鎧、しかも見せ売りですよ。これでお前の命は助かる。霊などいらんと。一番ゴールド魔王の鎧。あ、これで、ね、魔王の鎧すごいや、なんか翼みたいなのが生えてる。すごい。魔王、魔王は定期的に飲み会もしてくれるからね飲み会もしてくれる、いいいいやつですかね。ごっつい笑、ごっつい魔王の鎧来ましたね。よし、じゃあフォーダの町か。フォーダに行くぞ。なんか神殿とかじゃなかったっけ。これ来るんだっけ。でん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 。もうちょっとこの曲イントロが短くてもよかったような気がするここら辺でなぜってかかってもよかったね。治療だ。弱い男は無用よ。弱い男は無用よ。歌にするでんて、笑なぜ。でん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 、いや、男たちはひどいやつらよね。なぜ。はい、126個も単位でしたい。なぜ男たちはひどいの。レレ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 あたた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 もう無敵で抜けた方が早いだろ。うわあまだもやちあれ、街の音楽にあんまなってるじゃん。ムンクスムンクスだけど、ムンクスでもいいかね。ムンクス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 クスクス。街の中敵だらけじゃないか。しばらくお待ちくださいって窓口で言ってみたい。しばらくお待ちください。ジリオラーやめるんだ。グツムン、グツワッシャイ、ワッシャイムン、グツムン、どこにいたっけ？そこが酒場だよね。私たちは辛いけど。エフェラとジリオラが戸を開けると、部屋はめちゃめちゃにある。めちゃめちゃだ。そこにはユリオ、サジウス、バンさんの姿はなかった。まさか、セルリオン男爵の手に。
みんなどこ行っちゃったんだ。なんだ、あ、でも回復になってる。いや、あっちの神殿側から行かないといけないんだっけ。神殿側からかな、じゃあ。あ、こっちから行けるのかな。和国旗が出る。あ、こっちは何もないんだ。神殿側だったら山道、山地さんやりたい。山道からじゃなかったっけ。てん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 。へがー。へがー、ちょっと。ねんねん。あら、もう入れない。なぜなの私は愛の木、なぜ私たちは苦しいの、苦しくてもラララ。あ、ここに来た男たち。やっぱりラツユ先生はヘとか男だらけとかいの木って歌詞が似合いますね。ダメですね、ラツユ先生、また変になっちゃいますよ。結構あら、あーちょ、うわー、あー、うん、じゃあこっちからだな。回復しとこうか。こんなに敵が必要あったかな、わら。もう PC エンジンのはうちこね、いろいろたくさんキャラを動かせますから、そのアピールポイント。わっしょいわっしょいわっしょいしょいしょい。あ、なんか敵がいる。危ない危ない危ない。なぜ私たちは綺麗なの、ほら肌だってすべすべで綺麗、なぜ私たちは綺麗な。あ、いい歌ができましたよ、ようやく。あれ、こっちはあれ、神殿の中に行くんじゃなかったっけ。こっち山に行くんだっけ。あれ、回復間に合わなかったらプラーするところだった、わら。あれ、いや、山からどこ行くんだっけこれ。いや、山の上ってなんかジジイがいなかったんだっけ。あれ、こっちでよかったな。こっちの上神殿があったんだけど、ちょっと忘れちゃったね。最強だっけ。あ、なんかいる。なんか倒れてる人がいるよ。なぜあなたたちは倒れてる。あそこになんかいるね。山道に倒れてる人がいる。倒れてる男、なぜあなたたちは倒れてる。あー、経験値も6万ですかね。6万、65535じゃないのかね。あと4975だから6万っぽいですね。6万ですね。65535じゃないんだ。身が出る。サジウスが石畳の道に倒れている。サジウスが。サジウス殿。無念です。ユリオンは連れ去られました。セルディオンの手の者に。オーリンは宮殿へ行ったまま。エフェラは不安そうにふと空を見上げた。ゼルクとオリガの陰の子、グルクローたち魔導士の力が最も弱まる時だわ。バンさんのことも心配してあげてください。バンさんはどうなったんだ。中央左
左のあたりの岩場に顔らしいのがあった。わら。中央左の岩場あたり、あ、今のVRシーンですか？見てなかった。気づかなかった。不愛さん君はもういなかったことになってる。わら、はい。なんと。あ、なんだ。ラス負けみたいな BGM なんですよ。テンテン、テンテン、テンテン。あ、違う、これはあれだ。最初のテーマのアレンジだ。高さいらっしゃい。ダランダラン。オーイエス。うわ、違う、ブラックマジックとか出てくる。やらしい。ブラックギャン。ブラックギャン。あ、経験値しょぼいね、ここの敵。ラストダンジョンっぽいのに経験値がすごい。高さあれです。人面魚。さっきの斬新でが一番経験値が高かったね。あれここさ、あれここ斬新でんの？コーダのシーン、コーダしろだよね。作り顔の中でさっきの斬新でと同じようなこの。あだ。うまみないね。あ、顔。全然。全然。こいつ倒してからだとなんかすぐ解除されないから。悪力になってから倒す。デレデン、デレン、デレン。あ、でもちょっと違うのか。ブギャン、ブギャン。うわ。こいつか。やっぱりあの位置で稼いだけってこと？あの位置で稼いだ。稼いだ方が良かったな。ブギャン、ブギャン。何もない。ぷやぷやぷやりぷやりすぎるぷやりの男。ドゥルルルルイエーイ。うわ、ちょっと全体魔法やめて、強制ダメージやめて。あ、こいつはいいや、経験値が。こいつらはいいね。こいつらはいい、経験値いいけど、ちょっとこの全体魔法がいいらしい。ブギャンブギャン。やめて、この全体魔法。回避不可能はきつい。回避不可能はちょっときついな。全体魔法のせいで稼ぐには向かないな。そうですね。ブギャリの男がポイ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 。あれ戻ってきた。入れ込む。面白かったですか？大満足。来週からは何ですか？来週からは、あ、来週なんかなんだっけ、なんか車の顔、タイヤの顔した。来週からはブンブンじゃ。ブンブンじゃ。タイヤのか、タイヤついてた化け物でしたよね。化け物ってあれだけど。タイヤの顔してましたよ、なんかね。ダブル。カーレンジャーみたいな。化け物、わら。横浜タイヤ。ねえねえ、化け物深い、わらわら。正義のヒーロープギャプギャ。デザインはまあそっちのキングオージャーの方が、キングオージャーの方がなんかかっこよさはかっこいいような気がするけど、まあ
感じでね、明るい路線で行くんですかね。と、こんな野郎、あった倒せない。シリアスだったんですね。どっちがいいですか、まあ、子供は明るい方がいいのかね。ギャグ路線がどうなんだろうね。子供の時シリアスなのやってもあんまりわからないような気もするんだけど、最近の子供はそうでもないのかな。どうだろうね。あれなんだこれ。お、そこには十字架に発見されたオーリンがいた。あんな子供。オーリンはふと薄目を開けて顔を上げる。魔剣を抜き放って駆け込むジリオラの前に舞うような白い巫女の一団が立ちはだかった。お姉ちゃん、横に回ろうと思っても、あの上が意外と当たり判定が広い。お、倒した。オーリン、すぐ消えてずるいぞ。ルフィエラ、オーリン、ひどい目に遭わせたね。心配しないで、私たちに任せて。ここで待ってな。すぐ済まして戻ってくるから。よし、パチパチパチ。オーリンを助けて。おいイエス、おいイエス。お姉さんたちに貼り付けにされてただけでちょっとエロい。お姉さんたちに張り付けされたんですね。デレンデレン、レベルアップまで粘れるかこれ。あともうちょい。20年前のファイブマンのサポートロボット役の声を出してた形が次回のブンブンジャーで帰ってくる。あ、そうなんですか。もうその頃からサトシさんといらっしゃったんですね。ファイブはでもう 何年前ですか。何十万年前、何十万年じゃない。30年くらい前ですよね。その頃がもう デビューされてたんですね。でんでん、カッカなみに長生き、わら。結構ファイブマンの時は貧乏ちゃまでしたね。松本里香、貧乏ちゃま役。うわー、ちょっといかい、やめて。もうちょい、もうちょいだ。ほらレベルアップ。危なかった。あら、こっちじゃないの。あれです。マッ
チか。マックスですね、これで。パチパチパチ。ネクスト0。1、2、3、4、5マン。みんな兄弟でででででで。俺たち5の男は男だけ。レッドもブルーもイエローも男だけ。レベル30マックスね。そういう歌じゃないですよね。町の旅人は旅芸人の家庭で芸歴はかなり長いって聞いたことがある。旅芸人なんですか。すごいです、すごい家庭ですね。まさにサトシですね。旅をして行く。女消えた。サトシにぴったりじゃないですか。あ、これ女の歌だったんだ。イエーイ。女それはとびっきり女それはとびっきり女。あ、私はちょっとあまり戦隊詳しくないですけど、いやオンリーだったらそうですね。ゴレンジャーもギャグはあるけど基本はシリアスですからね、ゴレンジャーもね。ただちょっとあのなんだっけ、必殺技がちょっとふざけてるっていうギャグなだけで、割とゴレンジャーはシリアスなんですね。いつもイーグル騎士は爆発されるし。あき、あれ、ゴレンジャーで今止まってます。詳しく調べてみたら旅芸人じゃなく大衆演劇の過程で全国を回っていた。大衆演劇で。毎回のようにイーグルの騎士が爆発されて。毎回死にが出てるからすぐ何人いったい、すぐに毎週毎週すぐ基地が量産されるから全国回るってすごい大変そう。全国回るのはね、ちょっとなかなか天候が あれですよね。天候サーカス団みたいな感じですよね。あれどこ行けばいいのこれ。とびっきりわーわーわー。そうなんですよね。毎回コメントで突っ込まれてるけど、あれが面白くて。ガバガバ。ねえ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 。わお。まくら、あ、しまった。明るくなる前に倒しちゃったらなかなか解除されないかった。ちょっと一旦出よう。一旦出て回復しとこう。でん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 。1990年に放送した危険天才ファイブマンのお助けロボットアーサー役の松本梨香さん。なるほど。 Oh yes. Oh yes. Oh yes.ダラン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 。オーイエス、オーイエス、オーイエス。なんかいや 1F ってことは 2F、3F があるのか。オーイエス。ダラン、あーちゃちゃ。あ、でもダメージきた。ねえねえねえ、お、違うとこ、お、BGM がまた不気味になった。
あ、なんか怪しいところがあるぞ。うわ、全体魔法やめて。東映特撮では仮面ライダー勇気のオープン立ってたサトシよかこっていうよ。あー、決断感初めてですもんね、女性が仮面ライダーシリーズ歌ったのはサトシさんがね。確か初めてですよね。ラス、もうラスダンじゃないですか。仮面ライダー龍騎じゃなかったね。なんかちょっと歌えないけど、なんか191、しかも今年の戦隊ブンブンジャーにはサポートキャラの声で登場。空を飛ぶ山かける男の名前は龍騎じゃないねなんか龍騎見たことある、見たんだけど歌が。そうですね、仮面ライダー単独の女性歌手では初だと思います。ですよね。というかライダー歌手2枚の初めてだったりしたのかな。勇気松本理科で長めの放送作品ならいいテレでやってた、わしももありますね。あれもおばあちゃんロボットだった。結構ロボット役が多いんですかね。あ、そうですね、龍騎でライダー出てきませんもんね。龍騎はないですね。あー、デュエットありましたね、ストロンガーとかね。てててれれてれれれてててれ、朝焼けの男たち夢を見てる女が憎いとか、そんな感じ。思い出した思い出した。私たち誰も彼も男たちが憎いのよ。どんな男も男に変身するのよ。男たちはウォーウォー男たちを思い出して。なんかそんな感じ。あー、サビが一番肝心なサビが思い出せないあれ男たちが、あ、サビが忘れちゃったね。あれ、これ行き止まりだよね。どっか入るとこある。男たちを、男じゃなかったと思うんだけど。そこだれや年末なサビ変身メンツのオープニングが印象的だった。わらわら、確かに龍騎もちょっとまた CG を強化したリメイクみたいですね。あれ、別の入り口があるのかな。あっちに行けないよね。触ってなんかノイズが入るね。他に行けるとこあるのかね。イエス、あ、宝箱ある。おー、イエス、鉄の鍵入っていた。鉄の鍵、鉄の鍵が入っている。Oh yes、 とびっきり。 Oh yes、 はい、あ、ここは、ここだ。あ、ここ来ましたね、これ来ましたね。砲弾神殿内 2F。おお毒なのこれ。わお、あ、なんかこれ動く床になってる、動く床になってる、動く床になってる、動く床ですよこれ。あ、いたいたいた、自動でに
毒に当たるようにされてる。あ、鍵がまたあるのか。もしかしてヒットポイントを吸い取る呪いの像みたいな。そんな像が散りばめられてますよ、あちらこちらに。うわー、痛い痛い痛い。ちょっと待って待って待って、見た目に少ないのは手抜きなのか嫌がらせなのか。これちょっとロードした方が早いかな。危ない。よし、嫌がらせです。ここからね、出した方がヒットポイントも入って、あらー、しまったミスったすごい、開幕全体攻撃やめて。自動で動かせられるからちょっと、あ、ここじゃないな、動きにくい。あーたたたたた、じゃあちょっと、あはは、この狭い中ちょっと、イエーイ、ここは通らない方がいいね。さすがに歌を歌ってる場合じゃないですね。ここはちょっとですね、ゲームオーバーイエーイ。あららら、失敗。あーだだ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 、うわぁ、引き付けがすごい。ゲームオーバー、イエーイ、引き付けがすごいわよ。あそこにじゃないよね、やっぱ左側でしょうね。ここは大丈夫なの？あー、でもなんかここからなんか滑りが効いてくる。ここはちょっと痛い痛い、きついきつい。あ、もう敵って、あ、もう敵はダメだったね。毒には効かなかったね。端から行こう、端から。ナイスアイディア、端から壁にすりつけていけば。何もない、あ、何もない、大丈夫。あれ、何もないね。鍵はどこじゃ。鍵はどこじゃ。あ、ここにあった。あ、これ以上持てないって、しょうがない。あー、鉄の鍵、場所取るのか。あら、薬だったわ、薬だった、鍵じゃなかった。あれ、あっち側にもなんか通路あるね。あっち側に鍵があるのかな。こいつら平気で毒の沼地帯を通ってくる。あちゃ、ここは行かないんだよね。こっちから来たんだから。ということはまだ他に鍵があるとこあるのかな。
っち側になんかあるもんね。あ、しまった、倒しちゃった。ダンマ、ロールしてもらった。ロードしたら1ポイントが戻る。はい、おいえす、おいえす、おいえす。あ、やっぱりこっちに行かない。あ、なんかあそこに宝箱あった。あれだな。だあー、そうだ、ゲームオーバー、イエーしまった、出会い頭に当たっちゃうから気をつけないといかん。ジリオラさんリーチが短いから、これでまだ当たりませんからね。これで当たり。よし。ゲームオーバーの BGM、バスのアナウンスや駅の到着メロディみたいな爽やかさ、ね。ああ、そうですね。まもなくね、列車が到着いたします。爽やかですね。これが鍵だろ。これにも打てなかった。お、銀の鍵ゲッツ。これセーブ。特急ジリオラが死んだと雪。テレン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 テレレレレレレチン。Yes! Yes!待ってよ、よし、タラン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 、オーイエス、よし。本日も PC エンジンチャンネル鉄道をご利用いただきありがとうございます。ありがとうございます。この列車、あー、あらららら、辛辣行きラックスシティへ参ります。夢の街ラックスシティ、夢の街ラックスシティに参ります。またダメージ床が、やら、ダメージ床のこのゾーンがいやらしい。ゆっくりゆっくりゆっくり、慎重に行けば、慎重に、あら、慎重に、あー、慎重に行ったつもりが、よしよし、このまま、あ、もう流れに身を流す、任せていきます。ああ、無理に逆らうからダメだね、これ。流れに。時の流れに身を任せ。お前はどこへ行くのだろう。あれ？ここで開くんじゃないの？んだら足つぼ波の痛みが走ると予想。あれ？ここ開かないよ。え、ここの鍵じゃないの？
え、どこが開くの？じゃあ、まだ他に開くとこある？あ、大失敗。鍵違いか。鍵違いなの。一悶着まだあるんだね。うわぁ、せっかくじゃあ今セーブしてるんじゃなかった。あるんだ。敵が来ないから回復できるな。おーイエス。開けないといけないところある。プギャ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 。プギャプ、僕もなんか勝手に動く。プギャ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 。あ、ここか、ここだ。プギャ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 。あら、何これ、なんか通り道ある。あ、ここは通り道ある。プギャプギャ。あ、だい、プギャ。おプギャプギャ、ダランダラン。俺は女を求めた迷う男の男。ダララララララ。Yeah! Oh yes! Oh yes! おや？あら？どこだろう？プギャップ！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 プギャッ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 プ。おーイエス。開かないね。どこ行くの。おーイエス。おーイエス。なんか怖いね。ブヤブヤブヤリン。すごいじゃないね。あらららららら。鉄道は大して知るほどってわけでもないんですけど、ドラマや旅行と見るのが何か好きなんですよね。ああ。鉄道警察。
たいなやつね。トラベルミステリーとかね。いいですよね。あれ、こっちから行けないの？他にまだ行く。スペースドラマとか鉄道絡み結構多くて。多いですよね、確かにね。時刻表トリックとかもありますし。他にまだあるの？旅した気分になりますからね。旅行系はね。ここは行ったよね。他にあるのか。でも、Oh yes。あぶね、倒してる。西村翔太郎作品なら間違いないですね。間違いなく鉄道出てきますね。ここなんか下がっている。くそ、当たらん。うわ、自動で自動でちょっと自動でぶつかりに行く。あ、ここか、ここにもあるわ。ここにありますね。ポンポンポン。あ、でも開かないね。開かないね。開きませんよ。ブギャブギャ。ここ違うのか。今思うと子供の頃、サジ感サスペンス何気なく見てたなと。ああ、昔ね、私の地方ね、なんか火曜サスペンスの再放送、土曜日のね、お昼とかやってたことがあったんでね。それで見てましたね、私もね。夜中には見ることはあんまりなかったけど、その昼ここから帰って見てたような。ここに鍵あるのか。ここはさっきの鍵があったけど、牢屋の鍵はどこにあるんだ。ここにはないとなると、オープニングを熱唱してしまうんですよね。メロディってすごい。メロディすごいですね。いいメロディはね、関係ないですね。もうね、いいメロディはついつい口ずさみたくなる。ブギャンブギャン。でででで。てててててーでーとかもね。こっちはどこだよね。ここじゃないな。
じゃない。ここは？ここに鍵あったっけ？おなじみのこの街は戦場だからとかね。ねえ、この、あ、歌はいいですよね。エンディングテーマは毎回このサスペンス劇場いいですよね。街は戦場だから男はみんな私の前にひざまずいてこの体をむさぼり尽くして小さなものあれどうだっけ甘えて男の胸にはいどうやったでしょ甘えてっていうのね奥さんあなたが犯人だったんですねこれもあここないな、ね、聞き止まれたね小さなもの加えた男を小さな胸で甘えて昔に違和感があったようなヘブ・ハロルド現る熱い胸に甘えてデレレレデレレレだいたいサスペンスのエンディングはいいね。エンディングのテーマが名曲ばかりですからね。鍵どこにあるの？エペラさん、あなたが犯人だったんですね。エペラさん。小さなものを加えた男は歌詞的に危なくないですかね。あ、それは違うのかな？歌詞がじゃあね。そんな歌詞だったような気がしたけど違いますね。あれ。いやーこっちにないってことは入り口方面にあるってこと？ちょっとして。あーだ。いやーでもここで完結するよね。普通鍵が。こっちにあると、あーちょっと鍵はこっちありますかね。いやこっちないね、絶対ないね、こっちね。こっち、あっちで関係するよね、絶対。鉄の鍵、銀の鍵。どこにあるのかね。でも入れないよね。なんか鍵あるのかね。鍵が出るの鍵好きの俺鍵好きの子やあれあと宝箱がありそうなとこであの毒沼のとこかな毒沼のとこも全部調べたと思ったんだけど鍵付きの小屋だわどこだThank you.
ゃあの外側のとこだよね。なんもないとこだよね、こっちはね。やっぱあの中にあるのかな。Oh yes, one night. こっちはプギャプギャのとこだよね。ここに鍵がある？適当に行ったらすぐダメージ受けるから。ああ、和骨 E スイッチ229。ごめんなさい、ノーノー。ジリオーラ&アオ、はい、よいしょ。アオ、 あるのかこれ。ないむね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 。ずれるずれる。あ、ここにあった、ここにあった、これだな。おお、金の鍵。これでこれであの牢獄開くんだろう。慎重に行かないと。セーブして丁寧に丁寧に。お邪魔します。はい、いらっしゃい。230個も足りない。慎重に行かないと。危ない。よし。危ない、ここずれる。オッケー、抜けた。ふぅ。来いね。あ、しまった。倒しちゃったらなかなか暗闇が解除されないからね。真っ暗にされたら明るくなるまで待って倒さないと。あれ、あの明るくなる前に倒しちゃったら当分暗いままですよこれ。皆さん気をつけてください。これからねプレイしようかなっていう人はね。ぷやぷや。OK。ああ、そうですね。まだオンリーオン PC エンジンですね、これはね。配信ないですね。ブレイングレイさんも倒産してるから、権利関係はどうなってるんですかね。結構、権利関係もね、氷川玲子さんのね、原作があるから、氷川玲子さん、大陸処方さん、ブレイングレイさんとね、まあ、いろいろ判件もあるから、ちょっと難しいでしょうかね、これから配信とかもね。クリアされたらいいんですけど。ああ、なんでもよかった。1ダメージしか食わなかった。大ダメージ食らうやつかと思ったら。よいしょ。よし。こっちにあそこに鍵がありますね、これね。よいしょ。はい。
あれ、これでも開かないの？どういうこと？まだ鍵がある。あ、じゃああっちの左側鍵開くってこと？金でも開かないの？ここ何年かでエンジンも高くなりましたね。もうね、まあレトロゲー自体もね、どん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 高くなっていきますからね。じゃああっち側と鍵は別ってこと？あれがどういうこと？結構先延ばししますねこれね。割と回り道出せますね。あ、しまった、倒しちゃった。あ、よかったよかった。倒したらなかなかやり応えがありますね。なかなか変わらないことがありますからね。ありますね。終わりと見せかけてまだ明るくなってから倒さないと。当分暗いっぱなしになるから。あら、あら、やったね。ここが開くんだろう。ここが開かないともうどこが開くんだよって話になりますよね。開かない開かない。あ、ということは普通に単純にあの真ん中の小屋が開くってことか。分かった分かった。あの真ん中がじゃあラストじゃないんだ。あの真ん中はラストかと思ったら、そういうことか。これどう見ても牢屋っぽい、ああいう鍵だからね、格子状の。じゃあそこで あのままあの毒の野地帯の鍵が開くんだね。そうかそうかそうか、そういうことですね。あれがラストかと思ったらラストじゃないんだね。いや、あれがまだあそこにボス、中ボスみたいなのがいるのかな。うりゃー、注文さんがいるの、ここは絶対。慎重にいかないと危ない、ね、OK、 危ない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 。あら、こっちじゃなかったっけ。力もあっていかなって。意外と毒のダメージがすごいから。あらら、ちょっと。すごい。毒のダメージがすごいから。しかも床がね動きますからねこれね。流れに身を任せて、流れに身を任せて、流れに身を任せて、微調整だけ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 、オッケー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 、あ、いいですね、あ、いいですね、よしよし、ここだろ、開いた、お、迷路の中央空間の奥、金髪の乙女が白く光り輝く聖域の階段を登っていった。金髪の乙女、ルビエラ、ルビエラね、さあ早く私たちと脱出するんだ。二人は油断なく辺りに気を配って魔剣を構え近づいていく。ルビエラ、振り向いたルビエラの顔が奇怪な笑いを浮かべて、瞳が白い輝きを放つと逆立つ髪が銀色に変貌した。次の瞬間ルビエラが二人に襲いかかった。ジリオラは魔剣をかざした。ジリラダメ、ルビエラはすでに公募に洗脳されてるのよ。なら一層、ジール、それこそ公募の思うツボだわ。ルビエラの心を呼び戻すにはユリオンしか。くしょう、
どなたが今のは逃げたのかな、ね、取り逃したかな。あら早見さん、ね、閉まってる。あれ閉まってるね。という、あ、それであの扉が開くのかな、ひょっとして違う扉が。ナレーション、そうですね、早見さんですね。これで有栖のままバトルじゃないの。バトルじゃないんですね。ルベラさんは殺さないんだね。ルベラちゃんはとか、どこ行ったのルビエラちゃんは逃げたのかな。そこら辺何の説明がなかったけど逃げたっぽい。あらよし、ちょっとこれであっちの牢屋みたいなところが開くんじゃないんですかね。えい、傷させて担いでる可能性も捨てきれない。傷させて担いでるのかな Oh yes! Oh yes! あっと、あ、あいつら大丈夫やろ、思いつきるから。うわ、下がってくる。Yes! これで開くんじゃない？あ、開いた。よかった。オープン！宝箱発見！銀の鍵ゲット！銀の鍵ゲット！それっきり、とびっきり、危ない！あ！ここで一回打とうか。てんてん、てんてん。これっきり、とびっきり、とびっきり、これっきり、オッケー。あ、逆逆見てる、くそせっかくの、せっかく満タンにしたのに。から近づく。オッケー。え。オッケー。リンリンテンテンテン。テレテレ。あ、こっちじゃない。
これで開くんだろう、ようやく。ここが開くんでしょう。イエス。それっきり、とびっきり、おいえす、とびっきり、これっきり、あら、なんかもう開いてんだね、扉がね。開いた、開いた、オッケー。あ、開いた、開いた。開かないとこあるってことはまだ他に鍵があるんだね。ウォーイエス、ウォーイエス、ねえ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 、開いた。ここはどう？どこだらけの女がいたよ。だから僕、金の鍵ゲット、金の鍵ゲット、ゲノゲゲット。お前は金の鍵の中じゃ上の上だろうが、この鍵の中じゃゲノゲゲット、ゲノゲね。ベン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 、あら、こっちじゃない。おい、イエス、謎の歌詞がなんかあのリクエストがあった次の日、なんかずっと昼間ゲノゲ、お前はこの職場の中じゃ上の上だろうが、お俺たちの中じゃゲのゲだって心の中でリピートされてましたね。ユリオ、逆さ吊りにされたユリオンの鎖をギリオラは魔剣で断ち切った。しっかり、大丈夫、ルビエラはもうコボの思うままだよ。チキショー、ユリオン、あんたはルビエラの心に直接呼びかけて魂を呼び戻すのよ。あなたたち兄弟にはそれができるでしょう。姉様、ルビエラ、僕だよ。目指して、キリアン兄様と三人で遊んだ。ユリオンはエフェラとギリオラの腕の中で喘いでいる。ユリオン、ルビエラは怯えています。コウのもと、じゃあ意志が戻ったのね。ユリオンは嬉しそうな表情を一瞬浮かべた。ルビエラ、ユリオンはあまりの苦痛に気を失った。ユリ、セルディオン、バンジョーさんだったよね。おお、なんだなんだ、あ、ちょい、はいはい、メーン、メーン、メーン、ちょっと待った、メーンじゃないよ、ちょっと一体これは今日、おいおいおい、あれだ、もうご利用するしかないわ。あ、はい、ゲームオーバー。バンさんとオーリン、どこ行ったの？どっか逃げてんのかな。テイク2、ユリオ、テイク2、恐ろしく早い、恐ろしく早い、もうゴリで行く、ゴリで。
あれ？ここで帰る。オーリンはそこの十字架で待ってるけど、ブラウン最近はどうなっちゃったんだ、あいつ。あ、オーリン君そうやった。あだ、危ない危ない危ない、バンさん君が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 、無敵の指輪はね、あの攻撃できないんです、攻撃はだからできないんです、無敵の指輪は。無敵になるだけで、まあ、ヒットポイント減りながらね。だから、あの、ザコが強い、うじゃうじゃいるところを抜けるためのようなんで、ボス戦には向かないんですよね。そうなんですよ、攻撃ができたらいいんですけど。ゴリしかないよね、これ。薬、あとの薬を考えたら。やった、倒した。ムクドバンポップルメールの無敵アイテムと同じ効果だった。うぅ。イエス。パチパチパチ。ありがとうございます。で、さっきの開かなかったとこが開くってことかな、ね。おぉ、イエス。開かなかったとこ、あっちは あっちは開いてたんだっけ、こっちが開いてなくて、あっちから来てこっち行きだから、またあのさっきのとこ行けばいいのかな、毒の町さんに。プギャプギャたらい回しですね。たらい回しになっちゃう。ブギャン、真っ暗された。ブギャン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 、よいしょ。先制でこの全体魔法はやめなさい。こっちから行った方がいい。これを抜けて、これを抜けて、微調整しつつ、ここら辺はオートで行ってくるから。寄ってきた、寄ってきた、ちょっと これか。玉座で微動だにしない酵母の影、ルビエラが震えながら怯えている。夢石を破壊し、残ガツの望みを踏みにじった不届き者め、その魂に切り刻んで未来永劫、普通の闇に閉じ込めてくれよ。ダブルドラゴン。おあいにく様、この星のすべての悪の元凶、私たちの手で立ってやるわ。小ざかしい。もともとこの星はザーンの意志より始まったのだ。オカレスことその魂をザーンの夢石に委ねた。その殺戮と反逆非道の血がこの星にあふれ、ウワールのそなたとて、魔導士のそなたとて、所詮は血塗られた怨念の申し子よ。何が悪、何が善か、私にはもうわからない。でも私は自分を信じる。あんたが正義でも、この怒りは消せない。血塗られた怨念を晴らすためにも、お前を殺す。倒すでも懲らしめるでもなく殺す。怨念か怨念。あ、はいはいはい。はいはい
ださいほ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 いはい、出てたちょっと近づけないわ。無敵の指輪で。無敵の指輪で近づくかね。近づいてから。いいか。回復よ。まあ泉がなんか満タンになってる。親切。すごい親切だね。これはハマり防止ですかね。最後で回復薬満タンにしてくれるっていうのはなんだ派手に使ってよかったんだね。これだこれ満タンにしてくれるんだったら。誰かが入れてくれてるポケットに。うわなんかレザー放ってきた。わお。あらら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 ら。当たりだこい。シューティングのボスなんです。あららららららら、パン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 。パンパンパン。うわ、またレーザー。あらあら。ああ、そうかもしれないですね。おい、なんで回復満タンにしてんだよ。だってこれ回復アイテム持ってなかったら罪じゃないですか。レベルも最高だし、みたいな。それはまたやり直して、もううまく倒せばいいだろう、みたいな。これをやり直して大変ですよ。セーブ複数取ってなかったらどうするんですか。それは昔から最初からやり直すのが昔の男よって、ね、違います。今は違うんですよみたいなね。今平成なんですよって。なんだそうです。そういうあの戦いがあったんでしょうね、おそらくね。でオアシスさんこっそり入れてくれたんだ。ありがとうオアシスさん。オアシスさんの分までこの回収薬で乗り切るぜ。うわーThen, then, Thunder Knight! Thunder Knight! Thunder Knight! いろいろ多彩ですね、攻撃がね。 Then, then, Thunder Knight! Thunder Knight! こちらは叩くだけ。こちらも芝生のみよ。近づいて、ダーッ芝生のみ。てんてん。ちょっと危ないね。危ない危ない危ない。サンデーナイト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 。うわ。位置が良かったら当たらないんだけど。位置が悪いと。うわレーザーに押し切られる。どっか安全地帯があったよね。ここが安全地帯。ワン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 。見て。わーい。あだだだ。自分でー。海王拳これだけやったら使えないしな。これだけ連続でダメージ打たれたら。うわ回復薬が。全然サンデナイトサンデナイト。
痛い。コブ手ごわい。あら、あの開いてる時しかなんかダメージ与えて入ってない、ないっぽい。わあ、危ねヒットポイントが。残念ない。あの開く時だけだね、入ってるの。相手のヒットポイントわからんからあれなんだけど。残念ない。だら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 だ
ダラ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 Sunday, Sunday, Sun, 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 Sunday night, Sunday night, Sun, うわ、Sunday night! 危ない。うわ、やばい。Sunday, Sunday, Sunday night! おっ、これだけあったら、ボリューム引けるだろうと思ったら。手強すぎる。ヒットポイントがわからんから、どれが効いてんのかわかんないね、これ。サンデー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 サン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 デーサン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 サン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 デーナイトサンサンサンデーナイトサンサンサンデーナイトサンサンサンデーナイトサンデーサン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 あらららら。Sunday night! 見て Sunday, Sunday 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 Day, day Sun, sun, Sunday nightうわぁ、あと4つしかない。サンデー、サンデーナイト。まだかかりそうですかね。サンデーナイト、サンデー、あ、ない。やばい、これ。あ、倒した。ふぅ、手強かった。パチパチパチ。あ、バンさんいるじゃない。バンさんいつの間にかロシーに。あれです、あれです。パチパチパチ。あれです。エンディング入らないか、ちょっと。あ、出た。名曲が来ましたね。スタッフ。最後何もないんだね、あれは。熊みたいな。
オーイエス。涙にくれた日もあったけれど、イエス。あれ、あの護衛の人生きてんじゃん。キャラ名は書いてくれない。キャラ名は書いてくださいね。あの護衛の人死んだんじゃなかったっけ。生きてたのあれ。裏切られた女の歌じゃなさそうですね。これは広い宇宙の歌ですね。読んだふり、死んだふりだったんだ。まさかこのままセリフなしとか。喋ってるのは保管してくださいってことでね、自分たちで、はい、まあ、大体話してそうなことは分かりますけど。 Once my love。 いや大変でしたよ。いやラストだったから、なんかエフィラの方がやっぱり楽だったかね。エフィラあんまり苦戦した記憶はないなかったけど、まあ今やったら苦戦するかもしれないけどイエー。地図のない世界なら道に迷う。エフェラさんって今言いましたね、多分ね。当時は2人でやりました。やりましたか、すごい。2人でやりたいなこれ。お、原作氷川玲子大陸処方官女戦士シリーズがあるんですね、これね。エフェラ&ジリゴルシリーズ。もちろんもちろんって脚本山本優さん、日本放送作家協会の港町、南町奉行所、大野健一さん。ウェイ。やがて星が光る。オーイエス。その時までに。この広い宇宙。うんこになってるらしいですね。滝沢美希さんですね、挿入歌。あ、で、タイトル書いてない。タイトル書いてない。大陸小文庫ですかね。これは聞けます、 CD 音源なんで、はい。2009年まで文庫やコミックスがあったもの。あ、2009年まで結構すごいですね。パチパチパチ、ありです。いや面白かった。さて来週からは、ね、なかなか最後まで緊張感があってね、なかなか面白かったですね。来週からはじゃあアンケで決めましょう。終わった後なんかエピローグがなかったっけ、なかったっけ。ここから30秒待つと裏技はビジュアルデバッグありますね。エンディングが見られたら、これは今年の紅白にね、紅白に出られますけども、エンディングを見る裏技がなければ、ちょっと紅白はちょっとあれになっちゃうよね。なぜになっちゃうね。ちょっとこのままじゃなぜになっちゃうから。前回でもなぜで、なぜを選んだのはなぜだったんだろう。おかしいね。20年ではね、20年近くやってた。わらわら。ちょっと、左下セレクト1、2同時ですね。著作権のこれで。左下セレクト1、2同時。押しましたよ。ずっと押しっぱなし？あれ？ならないよ。左下セレクト1、2同時。著作権表示画面で。あ、出ましたね。左下ワンツーセレクトいらなかったんじゃない。シーンエンディング、あ、エンディングいけますねこれね、はい。あ、よかったよかったよかった、これで歌が流れせますね、いつでもね。はい、よかった。
わざわざあのセーブデータ取って、あのなぜ男はあれって言わなくてよかったね。Y 紅白出場決定だ。はい、それでは来週から始まる次回 RPG 枠、いきましょう。クリアのやつ。RPG、RPG。はい、まだ2回目のクリアがやってないやつが、エピランドジリオから終わりましたんで、これ。次回、RPG 枠、言い逃げでございますよ。次回じゃないですよ。次回ね。言い逃げでございます。言い逃げですよ。それから、はい、そして、はい、どんどん行きましょう。はい、はい、そしてはい、そしてはい、地図のない世界なら、はい、そしてあっとだ、あっ、うわー、マウスが落ちたら音が飛んじゃった、なんてことマウスを落としてしまった。あららら。音が飛んじゃった。せっかく流れてたのに。ああ、わら。音飛びあるある、わら。はい、そして。ラックスさんの歌でカバーを。音飛び、わらわら。埋まったけれど、私の未来は、すべてを、今、あー広い宇宙、私を抱きしめて、遠く思いを、ああ一度だけ、私を抱きしめて、ワンスマイルラブ、いろいろ私はあったけど、あなたはとってもダメね、許さない男たちを懲らしめ、今、はい、次回 RP ジャグに抜けでございます。竹馬が多いですね、なんかねやっぱり男の歌、竹馬終わらせてから本編をねやるってことなんで、はい、1作目、あの冒険者たちがダンジョンに潜って、今回は魔術師ソンと対決、ウィザードリー5、2枠目、あの桃太郎の友達が、今回は単独で大暴れ、貧乏神金太郎、ヤサ姫が、あ、違う、金太郎じゃないや、浦島、金太郎は暴れません。あ、金太郎も暴れるっけ、浦島のね、友として大暴れ、桃太郎伝説ガイデン。3枠目、聖夜に拾われた赤ん坊が4つの職業になって大暴れする体験版。4枠目、星をまたぐ男たちが、ちょっとエッチな大冒険、スターブレイカー。5枠目、ロードス島で、6人の男女が、大暴れ。あ、女は1人だけですね。女は1人だけで大暴れ。ロードス島戦記。6枠目、コズミックハンターの冒険少年ユーが、惑星農具で、大暴れ。コズミックファンタジー。7枠目、ジライアがジパングと呼ばれる、男で、あ、男じゃない、ジパングと呼ばれる、大地で大暴れ、天外魔境ジライア。8枠目、あの、天外2の歌舞伎が、大暴れ、歌舞伎伝のその体験版。9枠目、天外2と、ドラゴンスレイヤー英雄伝説の体験版が楽しめる、お得なソフト、スーパー CD ロムロム体験版。はい、この、9本から2抜けでございます。一番古いウィザードリー5は、2015年、一番新しい天外魔境の体験版で、2016年となっております。それぞれ、ですから、9年ぶり8年ぶりということになりますね。さあ行きましょう。
テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 デデデンテーン。はい、それでは結果発表でございますよ。次回 RPG 学今週の土曜日から始まるのはこちら、デデレテン。来週から大暴れするのは何でしたか。天外か。天外魔業ですね。地雷やでございます。天外だ。天外、はい、というわけで、天外魔業対策が来ましたね。天外魔業地雷やが大暴れします。一番はスタブリーガーですね。はい、地雷やです。これは一番最初の天外魔業、天外魔業ですね。一番最初の、まあ、やつでやります。はい。で、次やるときはスーパー CD 版でね、あと非売品のやつもありますんで、私、持ってますんでね。はい。それで違いを比べられるようにね、両方、動画を上げたい。はい。まずは、普通の CD、ノーマル CD でね、ちょっとまあ、アクセス回数多いですけども、やります。はい。その後、もし、ね、シェアロード少し長いやつか、3回目、あるとしたらスーパー CD 論版でねやります。そんなそこまでね変わんなかったですけどね。はい、まあ実際あのタイム測ったら変わんな、体感で違わないっていうだけで、正確にね動画に残して比べたらちょっとあれやっぱ違うなっていうことになるかもしれないですけど、体感じゃそんなにね変わんなかったですよね。スーパーも CD もなんかコマンド選択の前にねなんか若干ロードがあのノーマル版は入るけど、スーパー CD 版はそのコマンド選択の時にロードがカットされてたような気がしましたね。はい、というわけで次回、土曜日ですから、もう3月になりますね。はい、3月の、2日からは天外魔境になります。はい、ご視聴ありがとうございました。エフェラ&ジルヨラフォーエバー、ありがとう。エフェラ&ジル、エフェラ&ジルヨラまたね3回目のクリア枠があるときは今度はエフェラちゃんでねやりますんで、はい、パチパチパチ、おでしたおでしたおでした、クリアおめでとうでした。次があるときはエフェラ。お会いいたしましょう。おでした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 。おっぱい。おっぱい。おつでした。はい、おでした。おつおつ。おとです。おつおつでした。はい、おでした。クリアおめでとうございました。ありがとうございます。エフェラ&ジリオラフォーエバー。フォーエバー。関ヶ原で夜はお会いいたしましょう。さよなら。